アナ奥田貞ダエモンユ奥田ユ隆元カ六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七市の一人、通称は貞ダエモ遠方六年に、赤楼藩浅野家不代家臣の近松高生の、逸夫として誕生。母は、徳島藩八須掛家,家臣の二尾正門の娘、亀。イボ兄に、近松行繁がいる。元六七年。 奥田重盛の婿養子に入った。家徳前の部屋住みとして過ごした。元禄十四年三月十四日、主君、浅野長典が、良義仲に人情に及んだ際には、江戸にあり、四月に、養父、重盛が、堀部武恒らと共に、国元の阿光に向かった後も行きたかは、江戸の深川八万町にあり、この頃に、奥田聖十郎を設けた。その後は、父と共に行動し、 深川黒江町に住んだ。変名は西村丹江。阿公事件で、うち入りの際には、裏門体に属した。水野忠之の屋敷にて、道家横山笹江門の解釈で切腹した。去年二十六。主君、浅野長典と同じ江戸の高輪船学寺に葬られた。法名は葉木戸べ謙信寺。雪高は、維持である聖十郎を気遣い、自分の死後。 その脇差しを打って構わないと言い残している。聖十郎は、後に、祖母の実家である二おに養子に入り、その家督を継ぐ。元服後に若くして250国の功録を得たことで、徳島藩士たちと、たびたび敵対し、共放九年に、新郎もあり24歳で創生した。聖十郎のおば、百萌い母帝、二おか衛門にと継ぐが実施なく、二お家には、養子が入り続いた。 生中義士伝より、第一巻、奥田貞右衛門に行きたか。ただし、祖父、小右衛門は私分でなく医師であったとする遺説もある。兄、近松行主家預かりの細川家に、噛みかけて、千学寺が作用なはずがなかろうと思ったが、事実であった旨の内容が、堀内伝衛門をぼえがきに記載。八す家文書など婚姻でなく、官衛門宅に同居とする説もあり。ありがとうございます。